さあ皆さんおはようございます。おはようございます。時刻は始まりました。7月14日木曜日、モーニングクロス、堀潤です。日安真由子です。さあ今日は皆さんと一緒にハッシュタグクロスでまた交わっていきたいんですが、はい、結構ねツイッターももはや盛り上がってます。そうですね、やはりツイッターといえば、はい、津田さん、はい、おはようございます。おはようございます。本日初めてのゲスト。いやー嬉しい、感慨、はい、NHK の時に初めてご一緒させていただいたテレビだったんです、その後僕辞めたじゃないですか、辞めた退職届を出したその足で津田さんと一緒にニコ生にやりました、やりました。僕もここすごい久しぶりに来ました。あ、MX の番組。そうなんですよ、僕2012年に、あのゴールデンアワーっていう番組やってたので、そこで毎週来てたんですけど、まあ、半年で終わってしまいました。そうだったんですよ。しかもあれだったんですよ、あのギャラクシー賞の月間賞を取ってその月に終わるっていう、なんで大変悲しい結果だったんです。何したんですかね。まあ悲しかったです ね。そしてかやさん、若新さん、よろしくお願いします。ちょっとだけいいですか。はい、どうぞどうぞ。僕ね、久しぶりに北条かやさんと会ったんですけど、いつぶり、だいぶ久しぶりで、多分ね2008年とか9年に彼女が、あの僕が美大でイベントをやった時に、何人かで行った時に、普通に学生として来ていて、終わった後の飲み会とかで話をして、あ、なんか面白いけどなんか結構意識高い女子だなと思って行ったね。たら、でもなんかこれから有名になるだろうなと思ったら、その後あれよあれよという間に有名になって、そしてこういう番組も出てね、ちょっと本当に久しぶりの再会なんですよ。その時話した内容とかはちょっと言えないんですけど、何言ったんですか。なんかね、なんか実存の悩みみたいな、なんか私はこれからどうやって生きていけばいいんだろうみたいな、そういう話が。じゃあそれはもう北条かやが誕生前ってことですよね。津田さんのおかげで今やってます。いやいや、そんなことない。さあということで、では今朝のトップニュースです。